オハイオ州クリーブランドにあったスタンダードオイルの第一製油所スタンダードオイルはアメリカ合衆国の石油会社である。ジョン・ロック・フェラーとそのパートナーによって1863年に設立されたオハイオ州の組合を前進として1870年に設立された。1911年、アメリカ連邦最高裁の命令によって34の新会社に分割された。 ロックフェラーは事業の拡大を行い、ヘンリー・エム・フラグラーが所有していた石油生成所を含む5つの生成所を所有する会社、ロックフェラー・リュースフラグラー社を経営した。会社は1868年までに世界最大の製油所を所有するまでになった。1870年1月10日、ロックフェラーはオハイオ州法に基づく株式会社として、 スタンダードオイル・オブ・オハヨを創設した。彼は、買収によって、競争を勝ち抜き、ペンシルバニア鉄道と共に、サウス・インプルーブメント社による、聖油所の統合戦略を進めたが、この行為は後に、アイダ・ターベルらに批判される結果となった。1874年に、チャールズ・プラットカンパニーを買収、創立者のチャールズ・プラットとヘンリー・ h ロジャーズは、 買収と同時にオハイオスタンダードに加わった。1878年までにスタンダードオイルはアメリカ合衆国内における石油生成能力の90%を保持していたが、州法によって会社の規模を制限する各州の動きに対応して、1882年、新宅を企業形態とするスタンダードオイルトラストが参加の企業を支配する体制に再編成された。 同社における重要人物はヘンリー・エイチ・ロジャーズ、ウィリアム・ロックフェーラー、そしてジョン・ロックフェーラーの3人であった。この独占による弊害を防ぐため、1890年に連邦議会がシャーマン法を制定。これに基づき1892年にオハイオ州最高裁からトラストの破棄命令が下された。しかし、ジョン・ロックフェーラーは1897年、 規制の緩いニュージャージー州法に基づく株式会社、スタンダードオイル・オブ・ニュージャージーを親会社とする持ち株会社方式によって再編し、独占を維持した。それでも、反トラストの流れは防げず、1911年に連邦最高裁から解体命令が出され、スタンダードオイルは34の新会社に分割された。なお、 シャーマン法はアメリカで最初に制定された独占禁止法であり、クレートン法、連邦取引委員会法とともに、反トラスト法の中心をなす法律である。また、1900年に開発されたばかりのドラム缶を、1902年から量産している。スタンダードオイルの後継会社、他のスタンダードオイル、1911年の解散で売却された他の企業、 ありがとうございます。